隣のナースエイド初回、ミオ、河江入奈が、衝撃告白血まみれの回想シーンに、展開が読めない、怖すぎたの声。女優の河江入奈が主演を務め、俳優の高杉真中が出演する、日本テレビ系水曜ドラマ、隣のナースエイド、毎週水曜夜10時が10日にスタートした。ラストの展開に反響が寄せられている。ネタバレあり。河江入奈主演、隣のナースエイド。本作は、一癖も二癖もある、病院ライフエンターテインメント。明るく猪突猛進型、患者の心に寄り添いすぎるほど寄り添う、ナースエイドの桜庭美緒、河江入奈には、ある想定外の秘密が。そして、超絶クールなイケメン天才外科医、龍崎大河、高杉も壮絶な過去を抱えていた。誰も予想しない二転三転のドラマとなっている。美緒、河江入奈、ナースエイドとして働き始める。名門、聖霊医科大学附属病院の統合外科に配属された美緒。出勤初日から調子に乗ってると目をつけられたり、皮肉を言われたりと散々な一日だった。ある日、ひたむきに患者に寄り添い続けた美緒は、担当の肺がん患者、早乙女寛治、梶原芳の異変に気がつき、手術直前に大河に再検査を懇願。その結果、早乙女を救うことができた。美緒、河江入奈、衝撃の告白。激動の1日を終えた美緒は、寮の部屋で、私、このままやっていけるかな？どう思う？と飾ってある指輪のネックレスに向かって話しかける。そこに大河が訪ねてきて、高度な医療知識がないとわからないことまで見抜いた美緒に、あの人の命を助けることができたのは、お前のおかげだ。なぜ、ナースエイドをやっている？と問い詰めると、美緒は、私は人殺しですと衝撃の告白をした。そして美緒の回想では血まみれになったある女性の姿が、その時の美緒の両手は血に濡れていた。謎が深まるラストの展開に視聴者からはまさかの人殺し、展開が読めない、美緒は医者だったのかな、いきなり怖すぎたなどの反響が寄せられている。